大阪には日本一の10面9線の規模を誇る阪急大阪梅田駅や9面8線の南海難波駅など大規模な私鉄ターミナルがいくつも存在しています。阪急梅田、南海難波に次いで日本で3番目の規模を誇る東端式ターミナルもやはり大阪に存在しており、7面6線の近鉄大阪上本町駅となっています。上本町は近鉄にとって開業時からのターミナルであり、1970年の上本町難波間を結ぶ地下線が開業した後も大阪線の終着駅として一定の存在感を維持しています。2023年10月2日、近鉄は大阪上本町駅のホームで大規模な改修を行い、大阪・関西万博へのアクセス拠点にする計画を発表しました。今回は新たに発表された近鉄の上本町改造計画とその先の再開発について取り上げます。近鉄の標準規路線の大阪側ターミナルは、JR との乗り換えが便利な鶴橋、大阪線の終着駅の上本町、繁華街から近い難波の3駅に分散されています。大阪上本町駅はこれら3駅の中で最も乗降者数が少ないですが、近鉄創業の地として一定の地位を保っており、近鉄グループの百貨店やホテル、さらに近鉄の本社が位置しています。近鉄はこれまで上本町の地位を維持するために様々な施策を打っており、2010年には新歌舞伎座を誘致の上、複合施設上本町ユフラを開業させ、2013年にあべのハルカスが開業した際には上本町とあべのを結ぶシャトルバスの運行を始めています。そんな近鉄の次なる上本町活性化施策として計画されているのが、夢洲へのアクセス拠点化のための再開発です。近鉄は2019年5月にグループ経営計画を策定し、2033年度までの15年間を見据えた長期目標を発表しました。その際、新三大プロジェクトの一つとして上本町ターミナル事業が盛り込まれました。再開発の内容としては、シェラトン宮古ホテルの建て替えや近鉄百貨店、駅の改修などが検討され、大阪・関西万博が開催される夢洲への交通拠点として進化させることが盛り込まれていました。そして2023年10月2日、再開発計画の一部である駅の改修と万博会場へのアクセス拠点化について、ついに詳細が明らかになりました。今回発表された計画は、大阪上本町駅地上ホームの上に位置しているバスターミナルの改良を行い、駅ホームから2階バスターミナルへの新しい動線を整備するというものです。まず駅2階のバスターミナルは微装化を行った上で乗り場の数を増やし、伊丹空港へのリムジンバスに加えて万博会場へのシャトルバスを発着させます。加えて今回の計画の目玉となるのが、地上ホームの新改札口と新しい動線の整備です。地上ホームの端にある3番線の線路を撤去した上で、線路跡を2階バスターミナルへの連絡通路として整備し、さらに新改札口を設置することで、駅ホームや隣接するシェラトン宮古ホテルからバスターミナルへのアクセスを向上させます。大阪上本町駅の広大な地上ホームは、現在は大阪線のみが使用している状態のため、3番線を廃止したとしてもホームが手狭になることはないと思われます。今回このタイミングで駅の改修が発表された背景には、おそらく夢洲への IR 誘致決定があると考えています。期間限定の万博輸送だけでなく、その後も IR へのアクセス拠点として設備を活用できる見通しが立ったため、本格的な駅改修に乗り出すことができたと推定できます。上本町はもともと全ての特急列車が停車し、神戸、奈
伊勢島、名古屋など広域のアクセスが良好なため、夢島への拠点としての開発が成功すれば、さらなる発展を遂げるポテンシャルがあります。今回は駅ホームとバスターミナル改修の発表のみでしたが、近鉄は引き続き周辺の施設を含めた再開発の検討を続けるとしています。上本町では近鉄のみならず、大阪メトロも再開発にプレイヤーとして加わっており、現在は同社初となる分譲タワーマンションの建設が進んでいます。このような鉄道各社の開発を通じて、注目されがちな梅田や夢島のみならず、大阪の各拠点が発展できることを期待しています。ご視聴ありがとうございました。